桜マス、どうしちゃったんだよ、九頭竜川の桜マス。どうしちゃったんだよ、去年よりさらに遡上が少なく、釣り人から聞かれる釣果は去年の半分ほど。どうしちゃったんだよ、去年俺がサクラマスを食べちゃったことが引っかかって訴状してくれなかったのか。どうしちゃったんだよ、いろんな釣り人に昔の話を聞くと、30年前、35年前、たくさんこの九頭竜川に戻ってきてくれたサクラマス、どうしちゃったんだよ、今年は去年食べちゃったから反省してリリースするって決めたのに、どうしちゃったんだよ、今日5月31日で禁漁、もう今年は会えない、来年九頭竜川に帰ってきてくれることを待ってる、来年ももし会えたら必ずリリースしてやる、だから来年こそはたくさん、いやたくさんとは言わない、だがせめてモジリやライズが見れるぐらいは帰ってきてくれ、待ってるぞサクラマス、たくさんのアングラーがこの九頭竜川の聖地、サクラマスの聖地に来年も訪れる、だからその金ピカな体を、魚体を見せてくれ、待ってるぞ、じゃあ。はい、バレました。うわ、マジかよ、マジか、うぐいかなか、いやー、なんか悪くなかったな、今のはドラグ出たもんね。頑張ってサクラマスになってください。20センチ弱ですかね、リリースです。いやー、さよなら、大きくなって、またね。